東京サントリーサンゴリアス対横浜キャノンイーグルスの対戦です。手前もボール入ってます。積極的にきます梶村キャプテンです。さばいてこのタイミング激しいマシュフィリップ出たぞ。いや短いパス島田が来た。全試合スタメンです。7番対決もちょっと山本海島田仕事量が多い2人ですから、フィリップが今チェスリーホールに渡っていましたがアドバンテージを古瀬レフェリーに見ていました。21点差逆転勝利。ペナルティーゴール成功ですがまずは3点を先行しています。これも手前当たり倒した長田シュート。これはスコンバーク22メートルシュート。コンバージョンは低い弾道は決まった10対0。飛ばすような感じで入ってきましたがマッシュフィリップ取りましたよ。あれは本当ならですね。やろうやろう後ろに来ますね。スケートですそれと高本フィッシュが来ましたと。これはなくてキザレーマフィーはどうでしょうか。ボール出てますね。チェスリンコルビーでラインアウトです。バリーバックです。2メートル6センチ。インボールはどうだ。手前か長い潜り込んでトライだ。連続トライというサントリーサンゴリアスキャプテンです。梶村真っ直ぐ当たった6センター。ボールはちょっと浮いてますが出てくるか。どうしていこう。今度ツッテンポを作るからですね。サントフリーエースついてます。高本イーグルスも来てますが高本も来てますが高本高本幹也今シーズン初トライ。チャンスはイーグルスに見えてましたが菊谷さん上げた長い小倉が来てますが、ハイボールはそう、さすが流れ選手ここに上がります。フリバーイ出した。フリバーイ一旦戻そうとしたんですが、そうですね、もうサンゴリア3人そしてボールが入ってますね。入りましたよ。トライという東京サントリーサンゴリアス。ラインアウトはたったもうセリンは行きませんでした。サンゴリアス島川選手やっぱりこうサンジェネーズが外から鎖を打ってるんでね。中場所からサイトレーター上から受けたか取ってましたよ。チェスリンコルビーさあこのランは今のレスが1人で打ってますが打ち上げた。繋がった東京チームの宮原組長チャンスでまた繋がった中村亮斗。これで3位のレースが連続トライ。ただ OK ターンオフレフリーも赤のグランディングの可能性さすがにテッサン見えない。 OK オーグッドチェスリンコルビーが怪我したっすかね。ちょっと今日がコルビーも4試合でも出場トライもあるんじゃないですか。
チェコ。そして前半の40分が終了しています。今の状況もサンゴリアス誰もブレイクダウンを打ってないですね。立ってるプレイヤー非常に多いというサンゴリアス、この2人来てました。そうなった場合外に一発で持っていく術がね、もう田村選手のキックパスしかないんですよ、それもなかなかプレッシャーもね、スペースもある。ライカラーつながった。中村俊太は伸ばせるか。伸ばしていきました。中村俊太、後半最初の得点は横浜キャノンイーグルス。走り込んできた。ハンナズバーで抜けた。サポートもついてますが、外側で竹澤は戻った。サンゴリアス今のね、取り切りたい。ブラインドアイテム、ダブチェック。橋本キャプテン、まだボールは生きています。さあこの次、ムーンの足が速ければチャンス。ボールはどうでしょう。ちょっと地面取ったか。アライカ、アマーキレレマフィー、ボール動きます。危ない。つながった。一番外、イノケプロ途中から登場。イノケプロのトライ。変わったプレーヤーが飛んできました。出ました。このエリアでイーグルスが今入れるアタックをローキャリーとしているのがいいですね。そうですね。最後80分に向けていい着々と準備をする、そして全然バックドアの後ろのパス使わないですね。もう力技で相手がディフェンスがコミットするまで永遠にアタックし続ける、そういう姿が変わって見られてますが、このプレーですか。ヘローヘッド、頭と頭が当たっているように見えますが、これで見ましょうか。もう一度、今日のゲームこの時間まで頭と頭当たって、はい、アップライトファールプレスのイエローカード以上、ね、フィールドで見ていこうと。すごい、はい、アグリーします。ダメ、はい、川さんが出てきました。登場機がなかなかない。そうですね。この時間帯にイエローカードが出ましたので、オフフィールドレビューですから、この後8分以内にイエローのままか、それともレッドに変わるか。堀越がこれからオフフィールドレビューに変わっています。まずは3点詰めるという選択。前節ね、ベルブリッツがこれでトライ取ってますからね、跳ね返り、はい、やりましたね。成功。11点差が8点差に変わっています。全然合わせない、テンポ上げない、今日は徹底しますね。このメンバーマックス・ダグラス、まさに選手の入れ替え通りという戦いになってきました。アマラキ・レラマフィー、力のある推進力。まもなく70分ですが、今度は梶村、フィーバー行ってますが、ボールをちょっと浮いてますが、出てくるか。どうでしょう。浮いてます。さあ、また牧川が強い。塩谷の走り、完璧。さあ、ここはね、キックも入りますから。さあ、ついに1点差。残り1分でした。プリバイ、うわー、おっしゃいまーす。ここに山野俊樹が欲しかったですね。あ、そしてイーグルスコースにかけます。ここはサンゴリアスはペナルティできないんですよね。そうですね。一点差です。さあ、失敗、このまま前に押せる可能性は高くなりました。おっと、これクラクションの流れ、コラプションが行われているんですね。ちょっと単独で下に登る感じでしたね。動いた、動くよ。できれば継続して真ん中でペナルティがないと欲しいです。そうそう、高田が先ほどのアドバンテージです。角度がちょっとありますもんね。ここはもう一度ラインアップでもいいぐらいですけどね。さあ、
持つべき人が最後来ました。ショット、さあ田村選手、どうだ、結局両チームのキッカーが 100% でした。